お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM2023 広島東洋カープベースボールカードの開封動画となっております。で、今度は広島カープ編でございまして、こちらもね18パック入っておりますので、9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。それでは早速ね、前編の9パック開けていきたいと思います。はい、まずは前編の9パックです。で、早速やっていきたいと思います。まずは前編の1袋目でございます。市岡隆二投手でございます。薮田和樹投手でございます。デビッドソン内野手の木田でございます。宇草幸輝外野手です。で、坂倉翔吾星のこれカードでございます。デビッドソン内野手です。こっちはノーマルでございます。アンダーソン投手でございます。2パック目でございます。石原智樹捕手でございます。矢崎拓也投手でございます。堂林翔太内野手のこちらでございます。で、西川龍馬外野手のこれがカードでございます。堂林翔太内野手の今度はねノーマルの方でございます。野間孝義外野手でございます。田中康介内野手でございます。3袋目でございます。野間孝義外野手のこれキラでございます。三好匠内野手でございます。曽根千秋投手でございます。これはマスコットのねスライディ君でございます。で、秋山翔吾外野手でございます。4袋目でございます。藤井デーラ投手でございます。で、これが栗林行司投手のカードでございます。で、ホットブラッドとかな、西川龍馬外野手のカードでございます。ちょっと英語わからないんでね、間違ったらごめんなさい。西川龍馬外野手のキラでございます。田村俊介外野手です。小園海斗内野手です。川野家投手でございます。5袋目でございます。森翔平投手でございます。これは大瀬良大地投手のカードでございます。で、川野圭投手の、これごめんなさい、ちょっと英語で読もうと思ったんですけどね、ちょっとわからないんでね、カードでございます。で、田村俊介外野手のこれキラでございます。増田竹久投手でございます。コルニエル投手でございます。菊池涼介内野手でございます。
6袋目でございます。黒原拓実投手でございます。で、西川龍馬選手のこちらね、ノーマルカードなんですが、こちら鏡張りになっています。こちらが200枚限定でございまして、200分の72でございます。で、続けていきます。河野圭投手のキラでございます。相澤翼捕手でございます。田中康介内野手でございます。高倉翔吾捕手のこちらカードでございます。秋山翔吾内野手でございます。で、7袋目でございます。長川克弘投手と栗林良治投手のね、背番号20のセリフのね、これカードでございます。コラボですかね。で、島内宗太郎投手でございます。松本龍也投手でございます。キラでございます。曽根海星内野手でございます。中村健人外野手でございます。久保修外野手でございます。マイアン・マクブルーム内野手でございます。8袋目でございます。大瀬良大地投手でございます。これちょっとかっこいいですね、これね、ちょっとね。で、これは床田弘樹投手のカードでございます。これ限定かな、これね。で、大瀬良大地投手のカードでございます。ホットブラッドです。マクブルーム内野手のキラでございます。小林達人投手でございます。で、新井貴浩監督でございます。で、デビッドソン内野手のこちらカードでございます。前編最後の9袋目でございます。清水かなと捕手でございます。高木翔と捕手でございます。で、クリアレン投手のキラでございます。葉月龍太郎内野手でございます。石川龍馬外野手でございます。大西春樹投手でございます。そして最後は川野圭投手でございます。以上で BBM2023 広島東洋カープベースボールカード開封動画前編の9パック終わりたいと思います。直筆サインカードはね、出なかったんで、後編の方に期待したいと思います。後ほどね、後編の方もやっていきますので、よかったら後編の方もぜひご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。